はい、道楽道場です。ジョル株のね、油温高すぎ問題発生しました。外気温がね、35度の時に、まあ2時間ぐらい走ったんですかね。普通に走って渋滞もなく、まあ、信号待ち数回って、まあそんな感じで順調に流れてたんですけど、115度とかね、117度まで行ったのかな。そのぐらいまでね、ちょっと油温が上がってしまって、ちょっとこれは、高すぎじゃないかということでね。まあ大きいエンジンをね、こういう囲まれたところにね、まあ詰め込んであるっていうせいもあるかもしれませんね。こういうところもね、あんまり風がよく入るようにできてるとは思えないですけどね。まあなので、仕方なくね、オイルクーラーをね、つけました。まあ、どこにね、あるかわかりますかね。まあわかんないように撮影してるんですけどね。ここです。ここ見えますかね。ここにね、5段の、クーラーをね、まあ、つけてあります。これね、カゴをつけるために作ったステーに、取り付けボルトを溶接して、まあ、そこにラバーマウントでネジ留めしてあります。まあ、見た目がね、ここにつけてればね、わかんないし、カゴの仕様にもね、全く支障がないので、まあいいかなと。まあ、ノーマルルックに見せたいっていうね、もともと最初からそういうコンセプトなので、こういうふうに何かつけたっていうのがね、あまりわからないようにしてあります。正面から見ても、まあこんな感じ。まあ覗いてようやくわかるっていうかね。まあこのスタイリングでね、走ってるバイクにオイルクーラーついてるか、こう探す人多分いないと思いますけどね。なかなかノーマルルック大変です。それからですね、あと、まあ、そもそもね、停車時とかね、油温が、まあ、上がっちゃう原因の一つっていうかね、まあ、風が当たらないっていうことがあると思うんですけど、まあ、当然クーレーエンジンなんでね、風で冷やすっていうことが、まあ、当たり前ですよね。で、風が当たらなければ、まあ、冷えないと。なので、電動ファンをね、つけてあります。わかりますかね？わかるかな？この奥にね、ちょっと斜めに見えないか。ここにあります。ここにファンが入っていて、ですね、それが2.5アンペアですね。で、これをどうやってやってるかっていうと、このスイッチ。これが、強制オン、強制オフ。で、自動運転と。で、この自動運転がですね、95度で作動するバイメタル式のスイッチ。これをね、クーラーの出口。このクーラーの向こう側から入ってこっちから出るんですけど、ここの、これですね。これこれ。ここにバイメタル式の、スイッチが取り付けてあります。で、純正っぽいね、カプラーつけて。で、これが95度、どうだっけ。95度でオンになって、まあ、ファンのリレーを動かすと。で、ファンが回るというね。そんな感じです。で、なぜクーラー出口につけたかというと、95度、まあ、それを感知してオンになっても、そう、下がるまでずっと回りっぱなしっていうのは、まあ、なんか嫌ですよね。なので、このクーラー出口につけておくと、なんていうか、こう、走り始めて、風が当たればね、もうすぐにもう95度以下になると。で、すぐに、まあ、オフになるよと。これがね、入り口にあればそうはならないですけど、こっち出口だとね、風が当たればもうすぐにオフになると。まあ、そういうことでこっちつけてあります。で、で、実際のとこどうなのかというと、実際はね、走ってみたら97度でも、回んなかったですね。クランクケースの、
あの温度をね、この油温計で測ってるんですけど、あれ、ちょっとカメラの温度が上がっちゃいましたね。フラッシュを消せっていうあれが、ちょっと照明を準備しますね。はい、照明を変えました。何オーバーヒートとかね。というわけでね、どこまで行ったんだっけかな。実際はね、97度回らなかったっていうね、これね、油温計で測っているところは、この、なんていうんですかね、クランクケースのね、とこの温度で、実際は、この、ここの温度っていうのは、このセンサー、オイルクーラーの中に流れてるオイルの温度を測ってるんではなく、オイルクーラーの温度でもなく、このスイッチの温度が95度になったらオイルになると。まあ、そういうことなんでね。ちょっと実際よりは、低めのものを、つけた方がいいのかなと思います。80度とかね、70度とか。まあ、そのぐらいでもいいのかなと思いますね。スイッチが、もし70でもね、70度まで油温が下がるっていうわけじゃありませんので、あくまでもオンオフのタイミングの調整用ってことでね、そんな感じで、いいのかなと思います。で、あとですね、ホースが横浜の MID6、なんていうかミッドホースっていうんですかね、これすごい耐圧のあるホースなんですけど、実際ここ油圧ほとんどかかんないんで、耐熱と耐油があれば、いいということですね。言いたいこと全部言ったかな。ちょっとまた今日も飲んでるんでね、ちょっとよくわかんなくなっちゃいました。ということでね、それで実際ね、これこの仕様で走って何度になったかというと、90度前後になるようになりました。115度とかね、言ってたのが90度って、劇的に下がったんですけどね。これで普通に、乗れるかなっていう感じですね。高すぎず低すぎずちょうどいいと。で、この先ね、冬になってちょっと、低すぎるのであれば、アルミホイルをね、黒いアルミホイルってね、売ってるんで、それをこの上にかぶせれば、おしゃれかなと。ね、あんまり銀色のものをね、かぶせちゃうとね、ちょっとおかしいんで、このぐらいがいいのかなと思います。というわけで、とりあえずこれでね、油温高すぎ問題は、解決して、あとはその、スイッチのね、具合を、何度がいいかっていうのをね、探っていけば、いいかなと思います。室温ですね。これで、ここに、110何度とかいう温度がね、表示されることはないと思いますんで、これで安心して乗れるようになりましたと。というわけで、それではね、酔っ払いちょっと、ハーハーしてきちゃったんで、このぐらいにしておきますね。それではまた次回よろしくお願いします。それでは。